タニアツのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは、関西の中小企業と歩み、悩み、笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー、タニアツが、難しい財務にキラリひらめくヒントをお伝えします。さて、タニさん、今日のファイナンシャルアドバイスのコーナーなんですけども、はい、10月の、8日の、日刊工業新聞に、はい、タニさんの記事が出ておりましてですね、そうですね、はい、社労士と財務コンサルという取り組みを今やってるということなんですけど、そうなんですよ。この記事ね、私、はい、私とこの会社を取材に、うん、まあ、来はったんですよね、はい、あの記者さんが、はい、その時に私の会社のやってることを伝える中で、はい、ちょっと一言言うたことが記事になったんで、はい、びっくりしたんですけどね、はい、社労士さんっていうのは、まあ、あの退職金制度なんかを作りはる方っていうのを知ってはります？うん、その辺がね、僕らもね、うん、あの、まあ、まず僕自身が経営者じゃないのが分からないのと、うん、それから経営されてる方もやっぱりね、あの攻めというか、売り上げが何倍やろ、あらりが何倍やろ、そっから先はなかなか難しい話じゃないかなと思うんですけど、はいはい、それはね、税理士さんのね、世界やと思うんですけど、うん、社会保険労務士さん言ったら、まあ、従業員さんの、うん、なんていうか労働問題とか、はい、まあ、いろんなちょっといろんな相談をまあ受けはる方で、はい、まあ、従業員さん側に立って退職金をどう作っていくかとか、はい、まあ、あの経営者さんとともに経営者さんの退職金をどう取っていくかとか、うん、まあ、そんなような規定を作られるっていうことが、うん、まあ、仕事の中の一つとしてあるんですね、はい、まあ、規定はお作りになるけれども、その企業内でどのようにその規定に基づいた準備をしていくか、まあ、貯金やね、分かりやすく言うと、うん、貯金ですね。だけど、まあ、法人さんの貯金っていうと個人さんとちょっと税法からね、難しいんですよ。難しいでしょ、これ ね、これ税金が取られる、うん、取られへんとか、そうあの普通に貯金するんではちょっとダメなんですね、うん、ですから、その辺のアドバイザーっていうのは、これなかなか誰がやるのっていうと誰もいなかったっていうのは正直なところで、じゃあ私どもそれ専門家ですので、はい、社労士さんが規定を作りになる、じゃあそのきめ細やかなサポートとともに、私がその資金の準備手段について法人税絡めて、はい、私 NPO 法人の税理士さんの、ね、軍団もバックにおりますので、はい、まあ、その方ともご相談しながらお手伝いをしていくというお話をしたところ、この記事になったと、まあ、このようなことな、言うたら、まあ、財務という言葉だけ聞くだけでもね、うん、あの頭痛なってしまう社長さんがいっぱいいてると思う。そうやね、財務っていうか、もう会社の中のお金のことっていうことやね、うん、はい、うんうん、でやっぱりその社員さんを守っていく上で、うん、まあ、もちろん社長さんやってる以上は守っていきたいと考えてあると思うんだけど、うん、はいはい、どないやったら一番上手に守っていけるか。そうですね、なかなか、それはもう本当専門家の世界だと思うんですね、はい、準備に関してもあの専門家に相談されるのが一番いいのかなっていうふうに思いますね、はい、これはその実際にあのこのコンサルというのは東京と大阪で、そうですね、東京と大阪で、あの、はい、一応皮切りセミナーをやったということで、はい、まあ、これから社労士先生のお手伝いをジャスホーユーがやっていくということになりました、はい、具体的にはシステムとはどんな方になってるんですか。この MK システムさんというところが、はい、社労士さんの前だ TKC のソフトをこう売ってあるようなところの MK システムさんという会社さんのバックヤードコンテンツとしてジャスホーユーがサポートしていくと、まあ、こんな形になるんですね、はい、で MK システムさんっていうのは全国にそのソフトを、まあ、リースしてあるような形の会社さんなんです、はい、でそのバッグについてその加盟店さんに対して、はい、私がその財務コンサルのサポートをやっていきながら、はい、社労士先生のサポートをしていくということで、はい、社労士先生にその、お客さんに対するその 付加サービスを、はい、あの付加していって社労士さんの地位を高めていこうと、まあ、はい、こんなような形でしょうか。この話ね、ちょっとあの一周ではちょっと難しいですね、もっと掘り下げていきたいと思うんでちょっと来週も聞かせていただきたいと思います、はい、さて、タニアツのジャストフォーユー、ご案内はタニアツと、そして僕バンデがお送りしました。それでは今日も一日あなたにジャストフォーユー。